黒映画化で話題沸騰。平野紫耀主演で現代社会の不正に挑む。続編は新たなテーマとメッセージで進化。ドラマ「クロサギ」が再び視聴者の前に戻ってくるという報道が流れたとき、多くのファンがそのニュースに胸を躍らせました。この物語は、詐欺師に人生を狂わされた主人公が、詐欺師たちに復讐するというスリリングな展開で、多くの視聴者を魅了してきました。 平野翔さんが主演を務めた令和版の「クロサギ」は、旧作を超える人気を博し、その続編が期待されていることは当然のことです。しかし、続編制作に向けた困難や課題が少なくないという現実も存在します。まず、ヒロイン役の黒島結菜さんが、出産後間もない状況で長期間の撮影に参加することは非常に難しいという問題があります。彼女の個人的な事情は尊重されるべきですが、 連続ドラマの制作においては、このような事情が大きなハードルとなりえます。さらに、原作との兼ね合いも問題視されています。令和版の「クロサギ」は、父親を破産に追い込んだ銀行員との最終決戦を描いて完結しました。これが原作のクライマックスであり、この山場を越えたストーリーをもう一度連続ドラマとして描くことは、現実的に見て困難です。それでは、 TBS は続編制作をどのように実現しようとしているのでしょうか。劇場版としての続編が有力視されているようです。山下智久さんが主演した初代、クロサギも、ドラマ終了後に映画化され、興行収入17.1億円を達成しました。この成功を受けて、令和版も同様の道をたどる可能性が高いと言われています。映画化されることで、より大きなスケールで物語を描くことができ、 ファンの期待にも応えることができるでしょう。しかし、ここで新たな視点を持つことが重要です。クロサギの続編が映画化されると仮定した場合、その映画がどのような内容になるのか、そしてその背後にどのようなテーマが隠されているのかについて考えてみましょう。令和版のクロサギでは、詐欺師との戦いを通じて主人公が成長し、自己の正義を貫く姿が描かれました。しかし、続編では、 単に詐欺師との対決を描くだけではなく、現代社会における正義とは何か、またその正義を貫くためにはどのような犠牲が伴うのか、といった深いテーマに踏み込むことが期待されます。現代の日本社会では、詐欺や不正行為がますます巧妙化しており、それに立ち向かうためには、ただ法律に基づいた正義感だけでは不十分な場合があります。主人公黒崎が再び詐欺師たちに挑む際、彼がどのような手段を選び、 その手段が正当化されるかどうかは視聴者にとって大きな関心事となるでしょう。彼が自身の正義を貫くためにどのような選択をするのかそれが視聴者にどのような問いかけを投げかけるのかがこの続編の成功の鍵となるでしょう。さらに映画化されることで視覚的な演出やスケールの大きさが強調される一方でストーリーの深みやキャラクターの内面描写がどのように表現されるかが課題となります。 映画はドラマと比べて尺が限られているため、限られた時間の中でいかに視聴者を引き込み、感情移入させるかが重要です。これまでのクロサギシリーズでは、主人公の内面的な葛藤や、彼が抱える深い悲しみが大きなテーマとなっていました。映画版でもこの要素がしっかりと描かれることで、観客に強い印象を与えることができるでしょう。では、映画化に向けた TBS の狙いはどこにあるのでしょうか。 クロサギというコンテンツは、単なるエンターテインメント作品ではなく、社会問題に対するメッセージを含んでいることが多いです。詐欺や裏切りがテーマとなる、クロサギは、現代社会における不正や腐敗といった問題を鋭く突きつける作品でもあります。TBS がこの続編を映画化することで、より多くの人々にそのメッセージを伝え、社会に一刻を投じることを狙っているのではないでしょうか。さらに、 平野翔さんの俳優としての再出発という側面も無視できません。彼が旧ジャニーズ事務所を退所して以降、ドラマ出演は控えていましたが、この、クロサギの続編が彼の俳優復帰作となる可能性が高いです。彼が再びスクリーンに登場することで、多くのファンが彼の新たな一面を発見し、その演技に魅了されることでしょう。彼の復帰作が、クロサギであることは、 彼自身のキャリアにとっても大きな意味を持つと考えられます。黒崎の物語が続くとすれば、その展開はどのようなものになるのか、そしてそれが視聴者にどのような影響を与えるのかを考えると、さまざまなシナリオが浮かび上がります。まず、黒崎自身のキャラクター成長に焦点を当てることができるでしょう。彼はこれまで、詐欺師たちに対する復讐心を原動力として行動してきましたが、 続編ではこの復讐心が彼にどのような変化をもたらすのかが重要なテーマとなるでしょう。長い間、怒りと憎しみに支配されてきた黒崎が、再び自分自身を見つめ直す瞬間が訪れるかもしれません。現代社会における、正義と、復讐の境界はますます曖昧になってきています。続編では、黒崎が自分の行動が本当に正義であるのか、 それともただの復讐でしかないのかを問い直す姿が描かれるかもしれません。彼が過去の経験を通じて、自己の内面と向き合い、新たな目的や目標を見つけ出す過程が描かれることで、視聴者は彼に対してより深い共感を抱くことができるでしょう。黒崎がただの復讐者ではなく、一人の人間として成長し、進化する姿を見せることができれば、物語は新たな深みを持つことができます。また、 続編の映画化に際してはよりり現代的な社会問題を取り入れれることも考えられます例えば、詐欺の手口がインターネットや SNS を通じて行われるようになってきている現代において、黒崎が新たな技術を駆使して詐欺師たちに挑む姿は、視聴者にとって非常にリアルで切迫感のあるものとなるでしょう。テクノロジーの進化によって、詐欺の手口がますます複雑化している現代社会において、 黒崎がどのようにしてこれらの新しい脅威に立ち向かうのかは、大きな見どころの一つとなるはずです。さらに、黒崎が新たな同盟者や敵と出会うことも、物語に新たなダイナミズムをもたらすでしょう。彼が信頼することのできる仲間を見つけることで、物語はより多層的になり、彼の選択や行動に対する視点が広がります。逆に、新たな強敵が現れることで、 黒崎がこれまでに直面したことのないような困難に立ち向かう場面が描かれるかもしれません。こうした新たなキャラクターの登場は、物語の展開に予測不可能な要素を加え、視聴者を引きつける要因となるでしょう。一方で、続編の映画化が成功するためには、これまでのファンを満足させつつも、新たな視聴者層を獲得する必要があります。これは非常に難しい課題ですが、 過去のシリーズに対するリスペクトを持ちながらも、現代の観客に訴求する新しい要素を取り入れることで、このバランスを取ることができるでしょう。例えば、過去のエピソードやキャラクターに言及することで、ファンに対するサービスを提供しつつも、新たな視点やテーマを導入することで、物語を進化させることができます。そして、この続編が単なるエンターテインメント作品として終わらないためには、 深いテーマ性を持たせることが不可欠です。クロサギは、詐欺や不正をテーマにした作品であり、これらの問題は現代社会においても依然として重要な課題です。続編においても、これらのテーマがどのように取り扱われるかが鍵となります。例えば、現代における不正行為や詐欺がどのように変化し、どのように社会に影響を与えているのかを描くことで、視聴者に新たな視点を提供することができます。また 黒崎が自分の行動が社会に与える影響を考え始める場面も、続編の重要な要素となるでしょう。彼が自分の復讐心だけでなく、社会全体に対する責任を感じ始めることで、物語はより深みを増します。彼が正義と復讐の狭間で揺れ動く姿を描くことで、視聴者に対して、正義とは何かを問いかけることができるでしょう。このようなテーマ性を持たせることで、 続編は単なる娯楽作品としてだけでなく、深いメッセージを持つ作品として位置づけられることになります。最後に、続編の成功は、単に物語やテーマ性だけでなく、ビジュアルや演出面でも新たな挑戦が必要です。映画というメディアは、視覚的な要素が非常に重要であり、黒崎が繰り広げるアクションシーンや、詐欺師との頭脳戦がどのように描かれるかが、観客を引き込むポイントとなります。特に 現代的な技術や映像表現を取り入れることで、視覚的なインパクトを与えることができれば、続編はより一層の成功を収めることができるでしょう。このように、続編の制作には多くの課題と挑戦が伴いますが、それが成功すれば、クロサギは再び大きな注目を集めることは間違いありません。果たしてクロサギはどのようにして新たな敵に立ち向かい、どのような選択をするのか。そして、 その選択が彼自身、そして社会全体にどのような影響を与えるのか。続編がどのような形で実現されるにせよ、視聴者はその行方を見守り、黒崎の物語に再び引き込まれることでしょう。そして、彼の旅がどこへ続くのか、私たちはその答えを知る日を待ち望んでいるのです。映画化が実現した場合、その成功は単に興行収入や視聴率だけで測られるものではありません。 この映画がどれだけ視聴者に強いメッセージを伝え、彼らの心に残る作品となるかが重要です。映画版、クロサギが公開されることで、現代社会の不正や詐欺に対する認識が深まり、人々が正義とは何かを考えるきっかけとなることを期待しています。そして、主人公黒崎が再び立ち上がり、詐欺師たちに挑む姿を見たとき、私たちは彼の選択をどのように受け止めるのでしょうか。 彼の行動が正義とされるのか、それともその裏に隠された真実が浮かび上がるのか。続編を通じて、視聴者は新たな問いを投げかけられることになるでしょう。このように、続編が映画化されるという報道は、単なるエンターテインメントの域を超えて、現代社会に対する鋭い批評や問いかけを含んでいることがわかります。クロサギという作品は、過去に多くの視聴者を魅了し、 その続編がどのような形で実現されるかは、今後のメディア界にとっても大きな影響を与えることでしょう。映画化が実現すれば、再び多くの人々が劇場に足を運び、黒崎の物語に引き込まれることは間違いありません。しかし、その物語の結末がどのようなものであるのか、そしてそれが視聴者にどのような影響を与えるのかは、まだ誰にもわかりません。この続編が果たしてどのような方向に進むのか。 そしてその結果がどのようなものになるのかについて、私たちは今後も注目していく必要があります。果たして、黒崎の旅はどこへ続いていくのか彼の選択が正義とされるのかそれともその背後に隠された真実が暴かれるのか視聴者は、新たな物語の展開に胸を躍らせながら、その答えを待ち望んでいるのです。続編の制作がどのような形で実現するにせよ。 その物語が再び私たちに問いかけるテーマは、現代社会における正義と不正、そしてその境界線についての深い考察であることは間違いありません。果たして、この続編がどのような結末を迎えるのか、そしてそれが視聴者にどのような影響を与えるのか、私たちはの答えを知る日を楽しみに待つと同時に、自らもその問いに対して考えを巡らせるべき時が来ているのかもしれません。